神戸ゴルフクラブは1903年5月24日にイギリス人貿易省 AH グルームによって神戸市の六甲山城に作られた日本最古のゴルフ場である。海抜850メートルにあり11月中旬から4月中旬は雪のためクローズする。会場当時六甲山には外国人の別荘が立ち並んでいた。 彼らのレジャーと社交の場としての利用が造成の目的であった。会場当初は4ホールであったが、その後造成し18ホール。ただパーは61。グリーンは当初は芝が生えなかったためにアラブで行われてきたサンドグリーン。フェアウェイより低く作ってあったため、ナイスオンではなくナイスインと言っていた。戦前に高来芝の植生に成功させ、現在では、 ベントのグリーンになっている。戦後米軍に接収された企業家、実業家、政治家等も会員として多かったために早々に復活し、現在に至る。関西の政財界では、ここと、広野ゴルフクラブ、ナルオゴルフクラブを、古参屋と呼ぶ人もいる。ここからは、日本人選手として、初めて全英オープンに出場した宮本とめきちや、日本初のプロゴルファー。 福井クジラも排出している。彼らの残した依存として和製ゴルフ用語のアゲンスト、アゲルがある。これは外国人が今風は順風かいいや逆だ。という語をそのまま使うようになったためと言われている。現在でも神戸ゴルフクラブ用語として暫定球をプロビジョナルと呼んだりとイギリス語が多用されている。一時ハウスキャディを九州からの女子にしたことがあったが、 それ以外は一貫してキャディは場所が急で、カートが入れないこともあり、男性である。港南大学、神戸大学、関西学院大学などの学生、留学生が行っていることが多い。特に、中国からの留学生は優秀であり、博士号などを取得後、高等研究機関や指導者で働く者も,も多い。現在の勝者なクラブハウスは、ウィリアム・メレル・ボーリズの設計。 11番ホール横に併設されているチャンバーでも宿泊が可能。相模カンツリークラブ、小ガゴルフクラブ、ナルオゴルフクラブ、神戸外国クラブ。ありがとうございます。